Z1000 は、川崎重工業モーターサイクルエンジンカンパニーが製造を販売しているロードスポーツタイプのオートバイである。1970年代後半から1980年代にかけて発売された空冷エンジンの Z1000 アンペア型、J 型と2000年代に発売された水冷エンジンのモデルガールが 1000cc クラスの並列4、気筒 DOHC エンジンを搭載する。 ロードスポーツモデルというカテゴリー以外は共通点は少ない。本校ではその両モデルについて述べる。Z1、Z900 のマイナーチェンジとして1976年に発売された。エンジンの基本設計は同じだが、ボアアップ、クランクシャフトクランクケースの強化などのブラッシュアップが施され、問題とされていたフレームにも強化が施された。 それまで特徴とされていた4本マフラーが2本マフラーとなった点やリアブレーキのディスク化などが外観上の特徴である。車名は Z1000 だが紛らわしいために形式を用いて Z1000A と呼ばれることが一般化している。派生車種として Z1R KG1000 l i m アメリカのドラマ白バイアロージョンパンチでおなじみの Z1000 ポリスが存在する。 映画、マッドマックスのジム・グースの愛手のベースになったことで有名である。年表1978年のモデルチェンジで名称変更を受け、以降は Z1000M2 となる。Z1000M2 の後継機種として1980年に発売された。1978年に発売の鈴木 GS1000 に触発され、Z1 以降の度重なる改良による、 肥大化を見直し、フレームは、新設計、エンジンは、ベースは同じだが大規模なブラッシュアップが施された。社名、およびエンブレムは、Z1000 だが、形式が J であることやカタログに、Z1000J と表記されていることから、Z1000J と呼ばれることが一般化している。排気量は、レースのレギュレーションに合わせて 998cc とした。開発当初、 1000cc を超える予定であったこともあり、姉妹車として1980年に Z1100GP が販売された。アマ・スーパーバイクシリーズでエディ・ローソンが1981万1982年に優勝したレーサーマシンのベースになったこと、同じくその優勝を記念して発売された Z1000R、いわゆるローソンレプリカのベースになったことで有名である。 世界耐久選手権の TTF-1 クラスで1981万1982年に優勝した KR1000 のベースとなった。年表、I 型2002年のインターモトミューン編で発表され、2003年モデルとして発売された。当時、川崎のリッタークラスのラインアップは、スーパースポーツ系で、忍者 ZX-QR、スタンダードスポーツ系で、 ゼファー1100を用していたが、これらとは異なる新しいカテゴリーのニューモデルとなった。エンジンは、忍者 ZX-QR をベースに開発され、車体系統は全くの新設計となる。スーパースポーツ系のエンジンをベースにした、リッタークラスのストリートスポーツという成り立ちは、2001年にデビューしたヤマハ FZ1 と共通している。車名に、 Z を用いているものの、過去の特定のモデルをイメージしたものではなく、デザインはむしろ前衛的で過去のどのモデルにも似せてないが、唯一片側2本ずつの4本出しマフラーが、かつての z 伊藤を彷彿させるモチーフとなっている。開発段階では、ザンザス900という社名で、ヤングマシン氏にスクープされていたが、空冷時代の z 1 0 0の商標が期限切れになりそうだったため、 商標を受け継ぎ、Z1000 の社名で発表された。輸出専用で、日本使用者は設定されてなかったが、ブライト社が、マレーシア仕様を逆輸入し販売していた。2003年モデル2004年モデル2005年モデル2006年モデル2型5年目に、して、フルモデルチェンジとなった2型は、インター元2006で発表され、2007年モデルとして発売された。 デザインのイメージは I 型から引き継がれたものの、車体はフレームをはじめすべてが新設計となった。エンジンは I 型のものをベースとしており、エンジン形式は ZRT-00AE のまま。片側2本ずつの4本出しマフラーというスタイルも継承されるが、サイレンサー部分で上下が結合されているため、外観上はわかりにくくなっている。I 型同様に、 日本仕様の設定はなく、引き続きブライト車による逆輸入販売が行われていた。2007年モデル2008年モデル2009年、モデルフルモデルチェンジが行われ、ライトユニットが大型化、アンダーカウルが装備された。メーターパネルは液晶表示となった。Z1000SX2010 年に日本国外モデルとして発売。欧州向けモデルには、 Z1000SX として発売され、東南アジア、北米向けには、忍者1000として発売される。2013年9月に、ティーザーサイトが開設され、スゴのキーワードとともに、新型 Z1000 のシルエットが公開された。同年11月に詳細が公開された。第43回東京モーターショーに出品された Z1000 は、ヘッドライトユニットが低めの位置となり、 光源に LED が採用され、ハザードランプスイッチが初採用された。2017年4月15日より、日本国内仕様として、Z1000ABS が発売された。ありがとうございます。